懐かしい昭和の時代が駆け巡る、思い出迷子の時間でございます。今日はねロケーションじゃなくて、その昔私がね読んでいたコミックボンボンというね、小学生の時に読んでいた漫画のちょっとね紹介をしたいと思うんですよ。このコミックボンボンっていうのはコロコロコミックっていうね、ドラえもんが連載されている漫画と、まあ人気を二分していたねコミックボンボンっていう、こう同じような漫画雑誌なんですよ。でこのコミックボンボンの中で有名な漫画っていうのは何があるかな、ちょっと思い出せないんですけども、そうですね、プラモ教師郎っていうのがあったかな、モデルガン戦隊とかね、俺のサーキットとか、あの辺だったかなと思いますけども、まあほとんどの方知らないですよね。まあ40代50代の方でご存知の方がちょびっといるかもしれません。その中でもさらに知られてないだろうなっていう漫画を今回ピックアップしたいんですけども、それはねジュンという漫画です。こちらです。はい、新連載フレッシュコメディということでね、2人の女の子と男の子が出てきますけども、これね小学校5年生ぐらいの設定の、双子の物語なんですよ。どっちも名前がジュンって言います。男の子のジュンと女の子のジュンですよね。でちょっとねエッチな要素がある、まあ、恋愛コメディなのかなって感じですけども、基本的にはギャグなんですよね。でまあ小学生が読む漫画なんで、まあ、エッチな要素が入ってると言ってもちょっとねスカートがめくれちゃったぐらいの、まあ柔らかいものなんですよ。その中の登場人物でまずね紹介したいのがこちら一コマですけども、右上にいるところでちょっと遊びに行かないかいっていうのが新田っていうね、ジュン君のライバルでお金持ちでちょっとかっこいいキザなやつですよね。スネ夫みたいな感じですかね。まあスネ夫じゃないかな、出来すぎ君のちょっと性格の悪い版ですよね。でこの家の手伝いがあるからっていうのがナナちゃんって言ってヒロインですね。この子をその新田くんと主人公のジュン君、このね左下でチクショーって言ってるね彼と、まあ、狙っているみたいな感じです。ちょっと漫画を戻してみましょうか。何ページか戻してみると、この今ね左上にいるのが太一くんって言って、これはジャイアンみたいな立ち位置ですよね。ちょっとスポーツ万能で、まあちょっとね意地悪なやつみたいな感じです。でちょっと目立たないんですけども、スネ夫役のカズオっていうのが一番下の、今ね見えるかな、一番下のコマの右から3番目のメガネをかけてねスネ夫みたいな顔してるんですよ。やっぱりもうちょっと分かりやすいところがあるといいんですけどもね、分かりやすい図はないかな、ちょっと見当たらないですね。スネ夫ね、カズオっていうのがねなかなかいい味出してるんですよ。スネ夫なりに性格が悪くってね、ちょっと今回出てないですね。あ、そうそうそう、だからエッチな要素ってのは結局このぐらいなんですよ。水着を着てみんなでねこう並んでいるところとか、よいどんって言ってからね、だからちょっとドキッとするんだけども、まあでもね今40代50代になっている私たちとしてはほろ苦いなぐらいのもんでね、まあ放送倫理にかからないようになってます。でこれ漫画全部出しちゃったらちょっといいのかなと思いますけども、パパパッといきますね。あ、ちょっと終わりましたね。はい、ジュン君という漫画です。まあ何が言いたいかっていうと、ちょっと切りましょうか。何が言いたいかっていうと、まあ懐かしいねってことなんですよ、別に。であとはね、インターネットの力がすごいねってことなんですよ。で私は記憶の片隅にこのね、ジュンという漫画があったんですけども、まあ単行本がね出てるわけもないし、出てたにしてもちょっと探したんですけどね、中古で販売してる方はねヤフオクにもメルカリにもなかったんですよ。まあ、しょうがないですよね。でアマゾンで検索するとこのジュンっていう漫画ではないんですけども、同じコミックボンボンに連載されていたモデルガン戦隊はなんかね復刻版みたいなのがあったみたいですけども、まあ人気があったんでしょうねきっとね、まあそれでこのジュンっていう漫画なんですけども、どうしてもねもう一回読みたいなと思っていろいろ検索してると、原作者の方がなんとねサイトをやっていたっていうところが数年前に見つかって、ちょっと今日はね検索してないんですけども、その数年前にその原作者の方のサイトにメッセージを送ったんですよ。そうすると返信が来て、今はその当時書いた原稿をねスキャニングしたのをCD に焼いて販売してますっていうことなんで、それを入手したんですよ。で今回、それを展開して今ねこうやった今回お見せした図にちょっと一部だけ下ろさせてもらったんですけども、やっぱりね今40代50代を過ごしてる方、小学生の頃の気持ちに戻ろうと思ったら、やっぱりね漫画を読むってすごくいいんじゃないかなと思うんですよ。で当時思っていたことと今ね現実を過ごしてるじゃないですか。まあそのね乖離を楽しむというか、ある意味苦しむのかもしれませんけどもね、
当時小学生だった私たちは未来がどんなものになるかなっていうふうに考えた時に、当然車はタイヤがなくて空中を走っていてね、でその後バックトゥザフューチャーも始まったんですけども、もしかしたらタイムマシンができてるかもしれないなとか、それから自分の暮らしに置き換えてみたら、まあ奥さんがいて家があって、で会社に勤めていてね、土日は休みで、で5時か6時には家に帰ってきてみたいなところを想像していたかもしれませんね。でもその未来への想像は、まあいいところも悪いところも全部ね、想像外のことが起きてきて今ができている。だからこそ当時のことを振り返ってみると懐かしく愛おしくね、なんか新しい勇気も出てくる方もいると思いますしね、いろいろと悲喜こもごもなのかなっていうところですね。もう私はちょっとね、ほろ苦い思い出とともにこういった過去を振り返ることが結構多いんですけどね。はい、それで当時ね、同じ小学生の同級生だったお友達、クラスメートの家がね、なんか自動車修理工とかやってたんですけども、そこにはいつも最新のゲームと最新の漫画があって、まあ当時の自営業ってやっぱり基本的に金持ちで自由業で休みも自由に取れたような感じで見えてたんですよ。でも規制緩和のもと、その業種に新規参入がどん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 ね、増えていくに従って過当競争になり、まあそのね、自動車修理工場も、まあ、撤退してですね、他のなんか修理工場がそこに入ってきて、それも先日閉店してですね、ついに我が町に自動車修理工場もなくなったかなってことです。私の今住んでるところっていうのは、私が幼い頃に生まれ育った町なんですけども、当時はね、スーパーがね、同じ町内に3軒、同じ通りに、それこそ100メートル内に3軒あったりとかしたんですよ。で、お寿司屋さんも町内にありましたしね。で、その他ね、駄菓子屋さんなんて3軒ぐらいあって、もうなんかすごい、 お店が自分の町にね、人口わずか5、6000人のところにものすごいね、商店が出てたような気がするんですよ。で、子供たちは、当時の私たちは、駄菓子屋をはしごしたりとかしてね、ぐるぐる行ったり来たり行ったり来たりしながら買い物したりとか、その中でもねじろにしてる駄菓子屋っていうのがあるんですよ。で、そこでいつも顔なじみの仲間がいるんですけども、でも他の駄菓子屋に行ったら、そこはそこでそこをねじろにしてる別の勢力があって、まあある意味勢力争いをしたりとかね、あったんですよね。まあそういうのも込みでちょっと懐かしいなと思いながら今回の動画にしてみました。題材はジュンという漫画なんですけども、これ原作者の方はどなただったかな、ちょっと分かり次第またタイトルにでも入れておきます。すいません、今回はそんな感じでね、昭和なんですかね、思い出迷子のコーナーでございました。まあ昭和40年代男にしましょうか、これもね。はい、それでは本日は以上です。